皆様、こんにちは。テクノアイです。今日は、バムのモデルに表情をつけることができるフェイシャルトラッキングソフトについてご紹介したいと思います。モデルに表情をつけることで表現力が上がると思います。しかも、今回ご紹介する XR アニメーターは無料で使えるんです。さらに VMC 通信に対応していて、リアルタイムに 3D モデルを動かすことができるのです。当チャンネルでは過去の動画でいろいろなモーションキャプチャーソフトをご紹介してきました。それぞれのソフトに長所と短所があるのですが、XR アニメーターはフェイシャルトラッキングや V 通信などが使えて、さらに操作も簡単なのでとてもおすすめです。そしてお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、今回私の声が変わっています。無料で使える超リアルな AI 音声サイトを使用しています。そのサイトについても最後にご紹介いたします。それでは実際にやってみます。はじめに XR アニメーターを使用して、フェイシャルトラッキング付きのモーションデータを BAM で再生する方法についてご説明します。まず XR アニメーターを GitHub からダウンロードして起動します。このソフトにはモーションキャプチャーデータを VMD ファイルにエクスポートする機能と VMC プロトコルを利用してリアルタイムで通信する機能があります。ただし、VMC 通信を利用した場合、BAM でフェイシャルトラッキングができないという制約があります。そのため、今回は VMC 通信は使用せず、フェイシャルトラッキングを有効にするために VMD ファイルへのエクスポートを行います。次に、フィッシュオーディオで AI 音声を作成し、ダムで VMD ファイルを再生しながら、同時に音声を再生してリップシンクします。XR アニメーターをブース、もしくは GitHub からダウンロードして起動します。URL は動画下の概要欄に記載しておきます。起動すると背景が透明化されていますので、今回の番組では UI オプションをダブルクリックして開き、背景を緑色に変更します。次に、ポーズモーションをダブルクリックして開き、ポーズを選択します。今回の番組では上半身モーキャプを選択します。次に、ウェブカメラメディアを開き、はいを選びます。それからモーションキャプチャに使用するカメラを選択します。なお、8番のローカルメディアファイルを選択し、動画ファイルを画面にドロップすると動画からキャプチャできます。次に、モーションキャプチャをダブルクリックして開き、モーションキャプチャを有効にします。BAM でモデルの手が予期しない動きをすることがあるため、それを避けるために、ここでは5番の全身メディアパイプバージョンを選択することを強くお勧めします。再度、モーションキャプチャをダブルクリックして開き、モーションキャプチャの設定を開きます。1番のボディトラッキング設定を開きます。1番の AI モデルの品質を最高に変更することをお勧めします。終了で閉じます。モーションキャプチャを開始するときは、再度モーションキャプチャをダブルクリックして開き、モーションを記録するを選択します。モーションを記録する速度を選択します。この番組では1番を選択します。モーションキャプチャが終わったら、モーションキャプチャをダブルクリックして停止します。再度、モーションキャプチャをダブルクリックします。1番のモーションをファイルにエクスポートするを選択します。エクスポートするモーション形式を選択します。1番の BMD を選択します。以上で XR アニメーターの作業は終わりです。ここでどのようなトラッキングができるのかご紹介します。まず、指を動かすことができます。片目を閉じることができます。眉毛を動かせます。笑顔になったり、悲しい顔になったりします。口を尖らせて抗議できます。
首を左右や前後に傾けられます。手を動かして手首をひねることができます。上半身をひねることもお辞儀することもできます。次にフィッシュオーディオで AI 音声を作成します。 URL は動画下の概要欄に記載しておきます。今すぐ試すをクリックするとプランの選択画面が出てきます。無料プランが選択されていますので、アップグレードしない場合は右上の人物のアイコンをクリックしてログインします。アカウントを新規に作成するか、 Google のアカウントでもログインできます。ドリスを探すをクリックするとモデル一覧が表示されます。セリフをクリックするとボイスサンプルを聞くことができます。皆さんこんにちは、七海みなみです。今日は天気が良くて公園でお散歩してきました。今日はずんだ餅の作り方を教えるのだ。まず枝豆を潰して、どのモデルを選んでもとても自然なのでびっくりです。相当な数のモデルがありますので、正直どれを選んだら良いのか迷ってしまいます。今回の番組では一番上のマナさんのボイスをお借りしました。ボイスを決めたらボイスを使用をクリックします。入力テキストにサンプルテキストが入っていますので、作成したい内容に書き換えてからシフトとスペースを押して AI 音声を生成します。数秒待つと右に音声データが表示されます。音声データは MP3 形式でダウンロードできます。ここまでで VMD モーションデータと AI 音声が準備できましたので、最後に BAM で再生します。プラグインに VMD プレイヤーをあらかじめ入れておきます。 VMD プレイヤーのダウンロードと設定の仕方については過去の動画で詳しく説明していますので、ご参照願います。セレクト VMD で先ほど作成した VMD ファイルを入力します。なお、VMD ファイルは BAM アップデータの中のフォルダに格納する必要があります。ここで重要ポイントがあります。操作や順番を間違えるとモデルが正常に動きません。ファイルを選択した後、VMD イネーブルのチェックをオンオフします。そして改めてフィジックスオン、VMD イネーブルの順番でオンにします。次に、コントロールとシフトと V キーを押します。VMD プレイヤーのコンフィグ画面が出てきますので、ここで再生する AI 音声に合わせてスピードを調整します。リップシンクについては過去の動画で詳しく説明していますので、ご参照願います。画面下のバーでコンフィグ、画面の表示と非表示を切り替えることができます。いかがだったでしょうか。BAM のモデルに表情をつけたり、自然でリアルな声で話すことができるようになりました。実際に使用してみて気がついたことや感じたことをお話しします。まず XR アニメーターですが、最初 BAM で再生した時には手が想定外に動き暴れていました。試行錯誤の上、メディアパイプバージョンを選択することでかなり正確に動くようになりました。モーションキャプチャソフトとして必要な機能が提供されており、私の知っている限りでは一押しのソフトです。次にフィッシュオーディオですが、選択できるモデルが多かったり、自然でリアルな音声には大満足です。当チャンネルでは 3DCG や AI 動画編集などに役立つ情報をご紹介しています。励みになりますので、ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。最後にウクライナの一刻も早い平和と復興を祈ってオリジナル応援歌を作成しました。私のサブチャンネルのやってみるのチャンネルでも公開しています。この曲を拡散するためにも高評価にご協力いただければ幸いです。それでは皆様ごきげんよう。
In broken tents and fields of gray, we stand with you come what may. Through every tear a seed is sown, through every heartbreak hope has grown. Together we live so strong and true, a brighter dawn awaits for you. With your Ukraine we're here to stay. Together we'll rise year by year. With you, Ukraine, we're here.